こりゃ歓楽街で花嫁を見つけるようなもんだ。あった、きっとこれだ。この遺跡ちゃんはインカのか。いや、それより古い、さらに2000年ぐらい前だ。何が見える？何も。べえ。気をつけていけ。おい、そこだけ地面がちょっと違うぞ。空洞だ。この扉をぶち破らなきゃ。うわあ、懐中電灯ちゃんが必要だな。おいおいおい、あったかくて居心地いいね。想像してた場所と違ったか。うん、黄金はどこにある。何世紀も前に掘り尽くされたんじゃないか。フランシス教が持ってったのか。いや、フランシス教じゃない。これを見ろ。彼が来る前にスペイン人が来たんだ。くそ、なんだよそれ。ここに遊びに来たわけじゃないんだぞネイト。真面目な話、今回だけはシャレじゃなくこれにかけてたんだ、真剣に。リマの酒場でちょっと遊び回りすぎたか。それもあるが、ちょっとタチの悪い奴らといろいろあってな。だから怪しい奴らには関わるなって言ったんだ、怪しい女にもな。おい、人に言えた義理かよ。それどういう意味だよ。あのレポーター、いい女だと思っちゃってるだろ。エレナか？まさか。そんな気があったらミスミスあの桟橋に置き去りにしないよ。恋と宝探しでは何でもあり。じゃあこれは恋か宝探しか。とぼけちゃうの？そらハマったね。気をつけろ、深いぞ。
だいぶな。マジ危険だ。してみ。俺が押さえてるから支えるものがないか見てきちゃってくれ。いいぞ、離して。これで大丈夫だ。早くサリー。これぞ危機一髪だ。裏口があることを祈るばかりだね。これは見た覚えがある。これはフランシス教の日記に書いてあったやつだ。あった、これだ。どうやらランプか火鉢みたいだぞ。火をつけてみろ。あんだけ葉巻はやめろと言っといて今になって利用しちゃうのか。この瓦礫をどうにかして溶かさにゃ。よし。いいね。どうする？石の裏に壺でもありそうだ。
はなんだ。一体なんだと。待て、見たことのある印だ。この記号の並び方にも気を止めよ。結構深い。ああ、多分側面にはしごがあるな。見てくるから待っててくれ。待ってる。気をつけろよ。おい、足を滑らすんじゃないぞ。よし、一歩前進。おい、まさかそこでスイミングか？へっちゃらだよ。